今回は次回の聖祭りが最大兵力上昇と時代平安ということで、最強格の性能になるノーマル神宮行きへをおすすめするよ。性能は指揮後で、各部隊ごとに兵力が多いほど武力が上がる号令。ちょうどいい国をいただいてしまおうか。この野郎、見届けたかった。どけ、この野郎。どうやろよ、貴様、名を名乗る。死ね、てめえ。邪魔だったかな。ドリア親方様、どけ。ドリア、この野郎。流派発動、一の方。この野郎。ほらよ、俺はここで終わりか。どうりゃ、見届けたかった。どうりゃ、どけ。ほらよ、満足よ。逃げるが勝ちってね。ほらよ、てめえ。どけ、死ね。どけ、邪魔だったかな。どけ。流派発動、二の方。どけ、この野郎。死ね。大丈夫。どうりゃ、どけ。あくんだけは。ほらよ、ほらよ。死ね。俺はここで終わりか。どうりゃ、思い上がるでないぞ。ほらよ、功を喰らうことになりそうやけど、四季四同士や、ここは受け入れて、残すと1点残すのトレードにするよ。くれ、どうりゃ。切られる時が来たか。くれ、どうりゃ。戦機開放。私たちの絆が毛利の天下を築くのです。どけ。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。発動、二の方。うよ、私たちの絆が毛
勝利の天下を築くのです。どけ！邪魔だったかな。ランってのは生きるための戦いだ。逃げるが勝ちってね。うわよ、見届けたかった。くれ、死ね。くれ、どけ。切られる時が来たか。くれ、どけ。俺はここで終わるか。おやかた様、アクンだけは強いんだな。どうりゃ、うらよ、どうりゃ、報復の戦機解放。命々たる戦の先には再生が待っておるぞ。無人として最後に一花咲かせてみせようぞ。大丈夫。うらよ、えどうりゃ。流派発動。三の方、大丈夫。皆さんが無事でありますよ。どけ！くれ！雑魚がうじゃうじゃ固まりやがってよ。大丈夫。満足よ。どけ！邪魔だったかな。開幕噛み合ったおかげで守りに専念できたのが良かったかな。トップレベルのプレイヤーさんとの試合は勝っても負けても収穫が多いです。今回は参戦あるよ。続いても極意ランカー戦。お相手のデッキが高知力しかいなくて低コストもいないから伏兵を重ねて2枚同時に当てて1部隊取ることを狙うよ。どけ！貴様、名を名乗る。ちょうどいい、国をいただいてしまおう。見るべきものは見た。どけ！死ね。ようこそ我が領域へ。くそ、こんな雑魚に。うらよ、突撃。うらよ、突撃。死ね。うらよ、突撃。だな。うわよ。死ね。どけ。うわよ。突撃。
どけ、撃ち抜き放し続け、死ね、どけ、切られる時が来たか。流派発動、身の型、どけ、万策尽きたか。頃合いだな。どけ、おらよ、死ね、どけ、流派発動、一の型、この映画の罪を背負い平和の道を行く。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。私に続け、お撃ち、私に続け、私に続け、私に続け。流派発動、身の型、戦機解放、その先には再生が待っておるぞ。炎に飲まれるがいい。償おう、調子いいね、こりゃ勝ったな。危ね、突撃、突撃、逃げるが勝ちってね。戦機やれやれ、しょうがねえな。平家の誇りを守りたく、この知盛に続け。雑魚がうじゃうじゃ固まりやがってよ。主に逆らい敵を斬る。落ちる、落ちる、私を続け。くそ、こんな雑魚に。
私を続け。突撃。逃げるが勝ちってね。突撃。私を続け。己。突撃。切られる時が来たか。ランってのは生きるための戦いだ。今作の反逆の呪しは誰も切らない時でも武力プラス3されるから、最終局面で舞台を減らせないならありやと思うよ。ゼロカウントで呼応や弔問もらうと負けた感じするよね。今回はもう1試合やるよ。存分に戦ってやれ。どけ。貴様、名を名乗れ。死ね。やりおる。どけ。くそ、くらよ。雑魚に遅い。まだまだ。うらよ。一の方。どけ。主に三代敵を斬る。死ぬ。戦雲が心を燃やし、声なき声がこの剣に宿る。生きるための戦いだ。危ね。目覚めよ、天下の義士たちよ。出ろ。流派発動。二の方。切られる時が来たか。遅い。まだ。やりおる。
流派発動。ミノカタ の時どけ。主に侍、敵を斬る。出ろ！仙雲が心を燃やし、声なき声がこの剣に宿る。死んでくれ。その先には再生が待っておるぞ。どけ。遅い。やりおる。恩はいつか返すものです。受け取ってください。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。ご視聴ありがとうございました。